今の演奏、すごく良かったよ、みんな。やったー！きっと、いちかちゃんたちのおかげだね。いちかの？この前、いちかたちがみんなのためにお茶会を開いてくれたんだ。そうそう、公園で集まって、入れたてのお茶を飲んだんだよ。楽しかったなー。おかげで、すごくリフレッシュできたね。最近、みんな頑張ってたから、ゆっくりしてほしくて。そうだったんだ。だからみんな、いつも以上に音が弾んでたんだね。うん。それにいちかちゃん、私たち一人一人に別のお茶を用意してくれてたんだよね。私じゃなくて、かなでさんのアイディアなんだけど。でも、喜んでもらえてよかった。あれ、すごかったな。味も好きなやつだ。うんうん。いっちゃんがご馳走してくれたお茶のおかげで、あたしも喉がすごく調子いいんだ。さっきのは、クローブっていうスパイスが入ったオレンジティーだね。喉にすごくいいんだって。私のは、集中力が上がるハーブティーだっけ？確かに元気が出た気がする。シホのは、マテとジンジャーのブレンドティーかな。エネルギーをチャージできるようにって思って。いちからしい素敵なプレゼントだね。なんだか少し羨ましいな。この後ミクたちにもご馳走するよ。え？お菓子も持ってきたから、後でみんなで食べようね。お茶会の二次会だね。ありがとう、みんな。きっとリンたちも喜ぶよ。よかった。じゃあ。みんなを呼びに行こうか。うん、行こう行こう。私もいい息抜きになったから、ありがとう、ミク。うん。
なんだか、今日の二人の歌、いつもとちょっと違ったね。あ、そうかな。確かに、ほんの少しいつもとは違う感じはした。奏で、何か変わった？特には変えてないけど、どうしてなんだろう。何か、変わったことがあったとか？変わったこと。この前のお茶会は？ああ、お茶会したね。でも、みんなにはゆっくりしてもらえたと思うけど、私自身は何も変わってないんじゃないかな。そんなこと、ないと思う。かなでと真冬も、そのお茶会で、何か変わったんじゃないかな。そうなのかな。わからないけど、私は、そう思った。それが、歌にも出たんじゃないかなって。あのお茶会にいた時間は、思ったより楽だった。それが歌に出たのかは、わからないけど。真冬。よかったね、かなで。うん。ありがとう、ミク。私も、真冬やみんなに少しでも喜んでもらえて、嬉しい。そっか。この気持ちが歌に出たのかな。そうかもしれない。うん。よかったな。奏、お茶を入れるの上手くなってたね。そうなんだ。私も、奏の入れるお茶、飲んでみたい。あ、それなら、今度入れるよ。あんまり上手くはできないけど。大丈夫。楽しみにしてるね。わかった。それじゃあ、今日は帰るね。みんなも来てくれてありがとう。また次も聞きに来てくれると嬉しいな。またね。バイバイ。